はい。はい。お、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 と、と、と。はい。今回は、スーパーファミコン用ソフトのドカポン概念、炎のオーディションですね。こちら、やっていきたいと思います。主役争奪オーディション。中にね、これが一応、ストーリーモードみたいな感じになるのかな。で、誰で行くかってことですね。だからこう、無難に、2個とかにするかな。みんな偏ってるんですよね。まあでも、あえて、まあ、こんな感じにしますかね。ティクスさんですね。1000ゴールドと薬草を1つ。まあ、このゲームはですね、ドカポンの中でも、ガイデンなので、結構サクッと終わるような感じになっていたと思います。まあ、ボードゲームですね。こうやって移動しつつ、アイテム回復、ゲットしつつ、散歩気分。お金を確か、一番持ってるといいんだったかな。今みんな1000ゴールドで、横行けるって言ったんですけども、こうやって今、さやかが一人、お金が少ない状態になったんで、こう、ちょっと下に表示されてるみたいな。でね。あ。ここで、お金作って、こうですね。こう、他の二人が、ゴールドで。でて、さやかと敵が800で下にいるみたいな。結構わかりやすいですね。順位が。得点1番さん。歩いた後、敵が取れる。お、ラッキー。お、しかも結構くれる。一周するとゴールドたっぷり。一応周回でゴールドもらえるのかな。あ、お、モンスターですね。モンスター戦開始。状態、おー、あんまりいいのないな。炎がある状態ではあるけど、あー、ちょっと待って、キャンセルはできない。あー、しまった。おー、35か。次は、炎が一番強いんだかな。
いや、結構食らうな。そして相手は炎耐性があるんですね。薬草使おう。あれ？お、危ない。こっちが先に使えるわけじゃないのか。あ、でも50か。倒せるかな。バリアー反射ではないね。必ず相手からの攻撃なのかな。いっけ。あー倒せない。多分やられるよね。そうだよね。クハ。うわ、結構持ってかれた。せっかく一番歩いたで線ももらえたのに、相手に奪われちゃいましたね。で、多分。さっきのボスみたいなのは、ダメージ受けた状態になってて、おそらく、他の人から奪った金額がストックしてる感じに、おぉ、使いやすいか、なってるはずなんで、倒せば、多分、さっきの金額奪い取れると思うんですけど、ないことね、モンスターマスに止まらないと戦えないので、次止まれたら勝てるかな。お、あ、危ない。さあ、行け。あー、炎と打撃かなが強いんですよね。打撃ちょっと上げようかな。あれでも得意なのも魔法タイプなのかな。あ、モンスターだ。倒すかな。モンスターは回復するのかな。してない。うわ、おいしいとこ持ってったな。わお、一発目で一発目で勝てないと思ったら、カードを整理する感じにした方がいいのかな。勝てないのに、お、誰がアイテム、誰がアイテム持ってたっけ。とりあえず1位のジャック、何が奪われたとか表示なかったですね。全部なくなったのかな。薬草はみんな一個持ってるかなと思うんですけど、
お、周回数かな。すると得意技もらえるんだ。さっき使えば勝てたかもしれないですね。あ、戦闘あれですね、同じマスに止まると戦闘が発生するっていうことですね。キャラクター同士の。そうか、得意技もらえるのか。戦闘で使ってった方がいいな。あ。すごいな。ギリ最下位を、あ、果たし用は持ってたんだ。あれはなくならないんだ、要は。しかも勝てる気なのかな。いきなりボスに挑みましたね。おお、シールド。330あるからね、ボス強い。クイーン。ちょっと晴山強いな。ダメージ与えられるんだろう。あ、使わないか。次で終わりかな。おお、強い。あれやっぱお金取られちゃいましたね。ボス戦はうかつにいけないなぁ。勝てるかどうかを判断して全力でいくか、あのカード整理に費やすかっていう感じですかね。あー、1か。チャラーン。仕置き人。じゃあさやか行っちゃおうか。どうなの？あ、ダメージ？おお！ひどい。お、モンスター戦。あ、勝てるかな？あれも強かったよね。あ、でも180か。得意技とか、うまいこと。おお、使ってる。あ、でも、こんなもんか。結構、微妙だな。ボスの方が先に、生成攻撃するっぽいんで、ギリ勝てないんじゃないか。次で倒されると終わっちゃうよね。うわぁ。終了。ということで、逆に今がボス倒すチャンスですね。ボス戦。いけ！
届かん。王様のチケットってのに、ゲーム終了までのお楽しみ。あ、おお、危ない。これルーレットは目押しできるんですかね。あー、アイテム使った。あ、でもアイテム使ったらターン終わっちゃうのか。あ、スタック戦争。おーノHP51。 え、モンスターもいけんの？いないよね、モンスター。うわー、挑まれた。ここが先制攻撃なのかな。勝てるかな。うわー、 NO。 あー、これ厳しいな。相手のが先制だからな。跳ね返し。次。あー、耐えろ。ダメか。厳しい。そうか、パワーアップのマスはいけないんですね。戦闘始まっちゃうと。強制的に戦争なんですね。選択権がないんだ、戦うかどうかの。しかも満タン回復か。これはあれですね、周回する手前で戦闘をして勝てるとだいぶいいですね。まあそこら辺も完全にサイコロなんで任せなんですけど。ひどい。いや、ボス戦行ってほしいな。ボス戦行って倒して周回っていうのが一番理想ですね。お？お？あえて戦いに行くかと思ったら、そうじゃなかった。
1か3。おお、いった。しかも、周回手前で。で、一発は食らっちゃうけど、あれ、得意技、また無理な。倒されると復活すんのかな。倒せるかな。あ、全然倒せない。まずい。あんまりケチってたら倒されそうな。周回したら多分得意技復活するっぽいんで、使っちゃいましょうか。確実に倒しに行こう。敵は多分反射とか使わないよね。使ってくる気配はないですか。オッケー。ブラックサンタ、ね、出てきてすぐのボスは誰かに、いいね。誰かに減らしてもらおう。勝てないよね。こっち200しかないのに、相手はそれ以上あるし、なおかつ先制攻撃だからね。一発目は相当カードが揃ってないと勝てない気がする。どうかしら。おお、強いよ。これはヒール。100か。3。お、ハイパーヒール。お、200全開か。強い。この柱も強いな。いやー、これは厳しいですね。バタンと。見つからない、全額。結構ひどいな。あ、また、さて、これで周回したら、得意技と HP が回復するのかな？回復した。おお、得意技もらった。いいですね。周回する直前、剣メダル。戦闘死んでもお金が減らない。お、ボス戦。モンスター戦か。このくらいだったら勝てるか。おお、勝ちに行ってますね。お、強い。外目か。おお、容赦ない。倒した。熱狂戦士。
あ、おー、来たー。周回直後に来るか。あー。あれ？戦闘挑まれた方なのに、なんでこっちが攻撃後なんだ？どういうこと？これどっちが先行って何で決まってるんですかね？どうしようかな。うわぁ、得意技使ってきたな。いけるか？いったれー。74じゃ無理か。これでこれで、あはは、やってもうた。そうなるか。あバリアもったいなかったな。これ、サイコロ順なんすかね。その時の順位って高い方が高校とかかな。すごい今1位独走してますけど。サイコロ順？行動順とかじゃない気がするんですけど。お金かな。うわぁ奪い返そう。そうですね、こっちが先に攻撃しましたね。あの時点で多分さやかの方が順位が高かったからじゃないかなと思うんですけどサリーは悲しすぎるな。そう、ジャックがカードを揃えてるな。
出られないのか。あ、違うな。得意武器が炎だから炎が強まったのかな。エフェクトが赤かったですもんね。回復明らかに回復。おわお。あーよかった今全財産落とすとか言われたら泣いちゃう薬草使うにはもったいないっすよね。50バトルになっても勝てないな。さやかなら勝てるあ、でもジャックも92か。どっちかと戦えたら一発もらって薬草回復みたいな感じかな。さらに、アイテム、そうですね、薬草が2つある。あーモンスター1回戦目エジプとか勝てないでしょう。なのでカードを整理するか。ついよあんまいいカード来ないなー耐えろ。 OK、カード整理を。なんか反射かバリアが欲しい。あーゲフト、これ半分持ってかれるのか。いいか。お、あれ勝てるそれ。二人満タンだけどさ、勝てそうな気配はないよ。うん。相手も炎が得意っぽいですね。炎での攻撃、そして炎へのダメージが全然通らない。ヒールで粘ってるけど、ジリビンだな。80与えちゃうもんね。71か。バリアをいっぱい溜めてるな。そうなるよね。カードを使ってわざわざ倒されに行った。
さて、簡単に、おお、一回休みだった。そうだ。負けるよね。HP10 しかない。待って、おう。いや、エイジップのゴールドが溜まりまくってるな。いや、頑張ればいけるか？得意技しまった。あ、でも得意武器じゃないね。てくるな、結構。倒されはしないかな。あ、マジで、おお、危ない。オッケー。オッケー。ただ、サリーはゼロなので、何にも嬉しくない。この HP の状態でドラゴン戦？しかも得意技もない。わお、すごい。どうしようかな。とりあえず、回復。うわー、ひどい。すーごい、106だって。お、サリーがちゃんと戦ってる。あー、こいつ撃ってきやがった。危ない。ジャックが撃ってくるなー。いや、やられるわけにはいかない。あう、こういう時に限ってせっかくのバリアが間に合うか。
お、意外とみんなモンスターに攻撃してる。あ、しかも得意技使ってる。バヒー全開。で、もうね、いきますよ。で、こっちが一番最後なんで、おっとー、出たあ、倒せない。人間倒せるか。ほう、500か。そんなに嬉しくないな。なるほど。で、次のマップ。で、これを4マップやると終了なのかな？お！これ何？パスワード？